そもそもユーラシア大陸とか、アメリカ大陸だけどね、他の動物の精子がかかったって言ってるでしょ。で、そういった、遺伝子っていうのがね、地球の生命誕生に関わってるんですよ、実はね。一番最初に、うちの受精卵に投下されたのは、ジャコ。近縁ジャコ。で、二番目が、鶏卵の殻。要するに、鶏のね、卵の殻。その後、牛の精子。それから、犬の精子やカラスの精子。まあ、犬とカラスが、まあ、連続して同化された。で、最初に大陸として存在してたのは、鶏由来の部分。それが、おがくずロードで、大リークするからね、言ってるでしょ。その上に、牛の精子がかかったわけ。まあ、何をしようとしてたかって言ったら、受精卵にも人類が発生するんだろうか。受精卵表面にもね、人類って発生するんだろうかっていう実験やって。ちょっとそんな実験したらあかんやろって言ってあげて。もっとあの人たちに言ってあげてください、そういうことを。な？その犠牲者やねん、うち。はっきり言わせてもらえば。後にその研究室に入ったけどな。自分が何されたか。ちゃんと、とくとご飯ご老中かなんかそんなに言われて。その次元はちょっと言葉古いんかな。すっごい科学発達してたから。だから、ね、うちも犠牲者なんだよ。だから、その大陸はなくならなあかんよ。みんなかって犠牲者でしょ、そういう実験の。で、結局その、だからダゴンっていうのはね、最初はその、ちりめんじゃこが、の、溶かした液体がうちの受精卵ですか、まあ、母のね、羊水に混ぜられて、要するに。ね。だから最初は、まあ、魚の神みたいなのが現れて、それをどんな風に敬うかっていうのが昔はテーマやって。で、結局、それが上陸して、で、爬虫類になっていったわけだから。ただね、ちりめんじゃこ一辺は退化してるよ。そうでしょ。その、ちりめんじゃこの DNA が一辺は分解されてしまってる。羊水でね。でしょ？で、そっから新たな生き物が発生したわけ。実は。じゃあ、案外、うちの母は人間、父も人間やから、父も人間やから。だから、うちの受精卵に投下された、ちりめんじゃことかね、まあ、鶏卵、それ、そして牛の精子、で、馬の精子にちょっとかかってる部分があるらしいけどね。中和じゃないのかな。で、あと、犬の精子、カラスの精子とか、亀の精子とかね。あと、まあ、トカゲの夫婦もある方でいられて、それは南極なんですよ。南極大陸に。そういった他の生き物がね、あっさり簡単に直立しようとしたわけ。これはやばいなってなったの。モンスターじゃないか。失敗失敗って。で、何回もうちの受精卵それで潰されてるよ。でもね、一遍やっちゃったら同じことを繰り返してしまうみたいでね。で、じゃあもう何回やってもこれになってしまうから、みたいな。もうこのまま行こうってなって、そしてこのまま行ったバージョンも何回も潰されては、やっぱり同じことにしかならへんと。で、仕方ないからこのままなんとか改良していこうってことになって、実はね。なんで、まあ結局、マトリョシカ同士を離したり、近づけたり、離したり、そんなんしてるわけ。そうすると、社会的に、下の社会ではね、交際してたりとか、急に遠くに行ったり、謎の理由で、上ではマトリョシカ、ロットをね、離してるだけ。そんなの犠牲者で、みんなのね。うち以外のマトリョシカの島ね。で、なんでマトリョシカ主みたいな言い方するかって言ったら、遺伝子がマトリョシカになってるからだけど、ただ、マトリョシカ構造ね。ただその遺伝子の中に世界なければ別に。でしょ？そんな風になれへん。ね。だからみんなの遺伝子の中にも世界があるんだよ。実は。うちだけじゃなくて。そして、卵子イコール地球、云々だけじゃなくてね。地球以外の居住可能なプレートっていうのは、宇宙空間どっか飛んでるかもね。
ただそれは見えないことになってるよね。見てはならないってインプットしたら大脳神経は絶対見せないけど、大脳神経が発達してない生き物には余裕でそんなものを言ったりするわけね。実はね、物体やから物質としてあるのに大脳にそんなもの見えてはいけないっていう教育を施したら、大脳神経ですね、大脳神経はそれを絶対見えないように処理するの、聞こえないように処理するの。厳しいそういう教育を受けたらね、大脳神経実は、ね、特に 霊界に関するものは特にそうやね、実はね。で、ただその、まあ、血液型 B の人たちが新型コロナ COVID-19 でね、案外死んでないでしょ。あの人たちが原因の病気やからやね。血液型 B っていう人たちはウイルス遺伝子やね。なんでかって宇宙が血液型 A やからやね。ただそれだけの理由やね。うちは血液型 A やから血液型 B はウイルスなんです。わかるでしょこの説明で。血液型 B の遺伝子はウイルスなんですよ。なら、うちの遺伝子が血液型 A やからやね。だけどね、RNA として血液型 B を構成していた遺伝情報がね、RNA のサイズになって、まあ、小さくないと DNA に対してあんまりアクションできへんから。長い RNA はアクションできないから DNA に対しては。小さくなってこういうでしょ、要するに、細切れになってきやるやんか。じゃあ、血液型 B の DNA はそんな減っちゃうけど、だって、ウイルスが血液型 B 由来やからね。だけど血液型 A はひとたまりもないわね。でしょ？血液型 O は余裕やね。血液型 AB も余裕かもしれないけど。血液型 A にとってめっちゃ不利やね。血液型 B の遺伝情報なんて。けど、みんなね、長いこと生きてストレスもありながら生きてるとね、欠損していくでしょ、DNA が。破損すんねん、DNA って自分の DNA でも細胞の。ね。じゃあそこに埋まってくの RNA やね。おい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 ってやめろと思うかもしらんけど、それで結局遺伝情報が血液型 B に対して対応し始めんねん。血液型 A といえど、じゃあ血液型 AB になるんですかって、そういう方もいるでしょ。だから血液型 AB にならなくても血液型 B に対応できる血液型 A の遺伝子がどんどんこれから増えんねん。これが集団免疫やね、実はの正体やね。ってことは血液型 A の人たちがだんだん死ななくなってくる。対ウイルス性を持ってくる。すると今度どうなるかやから。対ウイルス性を持った血液型 A の人たちが、なんと血液型 B の人たちを免疫攻撃してしまう。じゃあ血液型 B の人たちはあっさり免疫力がないから死んじゃうねん。しゃあないやん。ね。血液型 B の人はもともと血液型 A に対する耐性持ってるよ。でしょ？元はうちの細胞が血液型 B の人物にもなってるんだから。うちは血液型 A だよ。だけど、血液型 B の攻撃に対応できた血液型 A の遺伝子は、血液型 B の遺伝子をどん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 排除していってしまうでしょ？これはね、意図的に、あるいは政治的に、あるいは戦争などね、喧嘩など、使わなくてもね、血液型 B の人がね、血液型 B にちゃんと対応できてる血液型 A の人の前ではタジタジになんねん。で、萎縮していくね、血液型 B の遺伝情報が。すると血液型 A の人たちの血液型 B 対応部分もだん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 、それはまあ、その血液型 B 対応要素はまたなくなっていく、まあ代謝。代謝されているか、まあね、まあ大体って説明はぴったりかな。だけどね。だけど、抗原抗体反応みたいな感じで、次血液型 B が来た時はもう圧勝しちゃうの、血液型 A がね。だって、うちが血液型 A やからね、皆様方の種が。じゃあ、地球の血液型なんですけど、真ん中に血があるけど、血液型 A がね、地球の血液型。まあ、安心してやろ、血液型 A の人。だから持ちこたえてください。ストレスに勝つこと。血液型 A はね、もともと狩猟民族です。だから、息を殺すのは余裕。だから、息を殺したらしんどい業務に就いたら、血液型 A は死んじゃうかもしれないから、そこだけ気をつけたらいい。
ね、で免疫を高めるものって言ってもね、自然と高まるように。あんまり免疫強いと、咳で死ぬからね。でしょ？咳でプチッ。でしょ？あるいは、咳で、呼吸困難。咳が本当に激しくて、すなわち、免疫力がめっちゃ強いとそうなのに。じゃあ、頭固い人は、血液型の、ね、頭固い人は、ひとたまりもなくコロナで死んでるんちゃう。だから、今のわかるでしょ？これじゃ言わへんね、今はね。